ああ先生、ちょうどいいところに。後で少し付き合ってもらえないか。いや、少し剣の稽古に。と言っても俺の稽古ではないんだが、実は少し前から大修道院で保護している孤児たちに剣を教えてやっていてな。先日騎士団の方と打ち合っているところを見ていた少年たちがいてな、戦い方を教えてくれと熱心に頼み込んでくるものだから、ついもっと見てやりたいのは山々なんだが、俺にも俺のやることがあるわけで。先生なら剣の腕も確かだ。すまないが少し手を貸してくれないか。ありがとう、恩に着る。この礼はいつか必ずしよう。彼らは皆戦争や病、それぞれの事情で家族や家を失った者たちばかりだ。こんなことを言うのは傲慢だと思うが、支えになってやりたいんだ。俺の親もすでに亡くなっているから、なんとなく他人とは思えなくて。ダスカーで父と母を亡くした後、王城に俺の味方はほとんどいなかった。ドゥドゥだけと言っても過言ではなかったかもしれないな。母は俺を産んですぐに病で亡くなったし、叔父とは仲が良くなかったから。ああ、もちろん城の外にはそういう相手もいたんだ。例えばロドリグとかフラルダリウス公と言えばいいかな。父の友人でフェリクスの父親にあたる。あいつが王都を訪れるたび、狩りに遠乗りに散々連れ回した。ドゥルーを兄弟のようなものとするなら、もう一人の父親のような存在だな。その真似事ではないが、俺もああいう人になりたいと思うんだ。誰かの支えになれるような人に、誰かの心を救ってやれるような人に。俺の身の上話なんて聞いたところで面白いものでもなかったな。すまない。それよりも先生、約束忘れないでくれよ。頼りにしているからな。先生、この間は助かった。ぜひ今度食事でもおごらせてくれ。あ、食べたいものを考えておいてほしい。しかしお前の指導はさすがだったな。俺も長く剣を学んではきたが、お前の傭兵らしい剣は俺にも新鮮だった。なあ先生、ずっとお前に尋ねたいと思っていたんだ。先生は初めて戦場に身を投じた時から平気だったのか。敵を殺すことが。そうか。もちろん平気ではなかった。何年経とうともそれは変わらない。俺が初めて将として戦場に立ったのは、西方で起きた反乱の鎮圧に赴いた時だ。そう厳しい戦いではなかったし、敵の訓練も十分ではなく士気も低かった。軽く槍を振るえば敵兵が倒れ、剣を振るえば道が開けた。そういう戦いだった。ある地方貴族が父上の亡くなった隙をついて王権の奪取を図ったんだ。反乱軍の首魁を討ち、反乱は鎮圧された。あれは戦後処理の最中だったか、ある兵士の死体が握り込んでいた首飾りの中に女の髪束が入っていた。娘か妻か恋人か、はたまた母親のものだったのかはわからない。だがその瞬間に、俺たちが敵とみなして躊躇なく切り捨ててきた相手が俺たちと同じように生きている人間なのだと思い知らされた。もちろんむやみな狼藉を働く者たちを放置しておくわけにもいかないんだが、俺たちは自分の正義を振りかざして
誰かの家族や仲間を奪っている。割り切ってはいるが、それでも時々自分の行いの罪深さに足がすくむ。そうかな、そうであってほしいな。その先生、正直なことを言わせてくれ。初めて会った時のお前は、敵を殺すことに何の考えも抱いていないように見えた。人を殺して眉一つ動かさない人間を、俺は心の底から信用することはできない。だがこうして言葉を交わすうち、お前はそういう人間ではないと分かった。今はお前を心の底から信頼している。これからもよろしく頼む。眠れなくて少し訓練を。だがもう切り上げることにした。あまり天気も良くないからか、もう塞がったはずの傷が痛んで。ああ、グロンダーズでの戦いの後、あの少女に刺された時の傷だ。彼女の目は復讐者の目だった。かつての俺と同じ目をしていた。さあな。だが大方想像はつく。ああ、そうだ、あの話まだ先生にはしていなかったか。先日修道院の中で切りかかられてな、ちょっとした騒ぎになった。切りかかってきたのは、いつか俺たちが剣を教えてやった少年だった。彼らは5年前に俺たちが討伐した盗賊団で育てられていたんだそうだ。子供に罪はないからとレア様が引き取ったのだと聞いた。これまで俺は多くの人の命を奪ってきた。憎しみの赴くまま次々と、特にあの5年間は獣と大差ないような生活を送ってきたから、あの少女の兄もどこかで俺が。だからいつか俺がその報いを受けるのは当然のことだと思っていた。俺が憎み、俺が奪い、そして俺が殺したのだからな。だがあの子供たちは違う。俺たちが良かれと思って抜いた剣で傷ついた。さすがに少し応えるものがある。ああ、だが俺たちは息絶えるその時まで、戦いを選んだ人間の責務として、この苦悶と戦争という行為の本質と向き合い続けなければいけないのだろうな。ありがとう。なあ先生、今頃になってようやく気づけたことがある。自分の隣に誰かがいてくれるというのは、こんなにも心強いものだったんだな。先生、いい加減夜更かしはやめておけ。明日は早いのだから。なんて言っても仕方ないか。眠れないんだろ。俺もだ。しかし悪いな、帝都での戦いの傷も癒えないうちあれこれと働かせて。心配するな、肩の傷も癒えた。手にしびれは残るが公務に支障はない。なあ、いい夜だな先生。悪夢のためでなく未来への期待のために眠れないのは何年ぶりになるだろう。9年前からずっと続く長い悪夢だ。
死んでいった者たちに苛まれ続ける夢、なぜ仇を討ってくれないのか、なぜお前だけが生きているのかと、彼らのためにといくら屍を積み上げても結局その声は大きくなるばかりだった。俺を恨む声、俺を呼ぶ声、耳にこびりついて離れない断末魔、今でもずっと聞こえ続けている。きっと死ぬまで聞こえ続けるのだろう。耳を塞ぎはしない。彼らの声を戒めとして俺はこれからも生きて行こうと思う。王として、殺戮者として、民衆が心安らかに生きて行ける国家を築く。彼女はバカな話だと嘲笑うだろうが、俺は俺のやり方でこの世界を変えたい。さて、これから忙しくなるぞ。大司教芸家、明日の戴冠式が俺たちの初仕事になる。教師と生徒が気づけば大司教と国王か。遠くまで来たものだ。そうだな、俺にとってのお前は恩師であり戦友であり、かけがえのない、かけがえのない。先生、戴冠式の前に渡しておくものがある。手を出してくれ。その、頼む、何か言ってくれないか。どうしてそこで固まる。嫌なら嫌だと言ってくれ。その時は素直に諦めよう。その、これは？そうか。ああ、そうか。よし。なら、交換といこうか、先生。お前の手、こうしてそばで見ると、思っていたよりずっと小さかったんだな。この手に何度も救われた。ありがとう、先生。お前の手はいつも温かいな。